皆さんこんにちは。パリオリンピック柔道男子60キロ級で銅メダルとなった永山竜樹選手が30日に X 旧 Twitter を更新し、準々決勝で待てがかかった後も締め技を続けられ一本負けとなった疑惑の判定の対戦相手であるスペインのガリゴス選手とのツーショットを公開しました。永山竜樹選手は、ガリゴス選手が会いに来てくれました。彼から謝罪の言葉がありましたが、彼にとっても不本意な結果だったと思います。オリンピックの舞台で彼と全力で戦えたことを幸せに思います。誰が何と言おうと私たちは柔道ファミリーですとポストすると、この投稿にフォロワーからは、これこそオリンピアンであり柔道家、本人も申し訳ないという気持ちがあったからこのような行動を取られたと思います。ご本人が納得されているのであれば、周りは何も言うことはありませんね。ああよかった、お二人の4年後に期待しますなどといったコメントが寄せられました。今回大いに物議を醸していたのが、27日に行われた永山竜樹選手とガリゴス選手戦の不可解ジャッジ。パリオリンピック男子柔道60キロ級の準々決勝で、永山竜樹選手は片手締めで一本負けを喫しましたが、その際の不明瞭な判定が波紋を広げることになったのです。永山竜樹選手がガリゴス選手の寝技に必死で耐える中、審判から待てがかかり、永山竜樹選手は一旦力を緩めましたが、ガリゴス選手に締め技を数秒継続され失神してしまいます。これを審判が一本と認定し、納得がいかない永山竜樹選手はガリゴス選手との握手も拒否し、3分間にわたって畳を降りずに抗議の意思を示しましたが、判定が覆ることはありませんでした。敗者復活戦を勝ち抜いた永山竜樹選手は銅メダルを獲得し、片や準決勝で敗れたガリゴス選手も3位決定戦で勝利し、表彰台では両者が並び立つ場面もありましたが、見ている側としても何とも後味の悪さが残る結果となっていました。握手を拒否した永山竜樹選手には海外メディアからの批判の声が上がる中、ガリゴス選手の SNS には日本や海外のファンなどから手厳しい非難のコメントが2700件を超えるほど殺到することになりました。日本からのコメントの内容としては、二度と日本に足を踏み入れるな、恥を知れ、二度と柔道をさせるなといったもので、他にも英語やスペイン語などでも多くの批判コメントが相次ぎ、スペインメディアの多くが驚きをもって異常事態を伝えていました。ですが、対戦した2人はほぼ同じタイミングで SNS を更新し、それぞれの思いを打ち明けていました。またガリゴス選手の投稿写真には、欧州選手権で優勝した際に V サインをしているものと、2023年の世界選手権で優勝した際に金メダルをかじっているものなどがありましたが、それらを今回パリオリンピックで銅メダルを獲得した後の所作と勘違いされたのか、ガリゴス選手がスペイン語で、このメダルをスポンサーに捧げたい、彼は私を励まし支えてくれたと記載していた固定メッセージに対しても、次から次へと批判コメントが殺到。こちらでは日本語のものが、銅メダルは返上した方がいいですよ、柔道をやる資格もありません、神聖なる柔道に対する冒涜、道着を脱げ、二度と柔道をするな、反則行為で勝ってそんなに嬉しいか、柔道家として失格だよという感情的なものが多く、あなたがやったことは柔道ではなく殺人未遂ですよという、あまりにも物騒な内容もありました。さらに、あなたのような柔道を見た子供たちはどう感じるでしょうか、ルールを破ってでも勝つ意味とは何でしょうかと真剣に訴えかける声も見られただけでなく、英語のコメントでも、こんな汚いプレーは見たことがない、オリンピックという最も大きな大会でこのようなプレーが行われるとは思っても見なかった、一人のスポーツファンとしてあなた方とジャッジに失望しているなど、厳しい意見がほとんど。さらにはガリゴス選手の母国であるスペイン語のコメントも目立ち、レフェリーのコールが聞こえなかったのは当然だ、でもあなたがやったことは柔道のルールに反している、スポーツマンシップがあればこんなことにはならなかったはずだと辛辣に描かれています。スペイン紙アスによると、15年間ガリゴス選手を指導してきたコーチのキノ・ルイス氏が、
ガリゴスは不愉快なメッセージを受け取っているが、私には理解できない。私は彼らが正しくないと思うし、私は死ぬまでガリゴスを守るつもりだ、と語ったそうですが、誹謗中傷と取れるものも多く、陣営が危機感を覚えるのは当然のことでしょう。そんな騒動の中で、7月29日の夜、永山竜樹選手は自身のインスタグラムを更新。パリオリンピックたくさんの応援、ありがとうございました。目標には届きませんでしたが、皆さんの応援のおかげで、最後まで戦い抜くことができました、と綴り、準々決勝に関しては、お互い必死に戦った結果なので、ガリゴス選手への誹謗中傷などは、控えていただきたいです、と呼びかけていました。さらに、審判の方も判断の難しい状況だったと思います。敗戦後に抗議をして握手に応じれなかったことは、申し訳なく思っています、と謝罪の意を示し、まだ悔しい気持ちがありますが、皆さんからの温かいメッセージに、元気をもらっています。本当にありがとうございます。との言葉で締めくくっていました。また、永山竜樹選手がコメントを発表するおよそ1時間前には、ガリゴス選手もインスタグラムのストーリーで本音を綴っており、こちらでは、永山との戦いの後に受け取ったコメントに関連して、私自身の考えを述べたいと記すと、その上で、競技の最中、私たちはすごく集中していたし、シャンド・マルスの雰囲気が審判の声を聞くことを難しくしたと弁明。待ては聞こえなかったと強調しつつ、対戦相手を傷つけたいと思ったことなど一度もないし、ましてや柔道の価値に反したことなど断じてないとも言い切っています。そして最後は、自分の考えを示させてもらった、ありがとうと記したガリゴス選手。その後に永山選手のインスタ投稿画像をストーリーに掲載して、感謝の意を込めた絵文字を添えており、永山竜樹選手の言葉に救われたようでした。いかがでしたか？あれに荒れてしまった。永山竜樹選手とガリゴス選手戦の不可解ジャッジ。とりあえず当人たちが落ち着きを取り戻した上で、ガリゴス選手の謝罪もあったとのことなので、とりあえずは収束していくとは思われます。もちろん批判的なコメントも全くなくなることはないでしょうが、本人らを差し置いて悪い方へ盛り上がるのもいかがなものかといった感じですね。また物議を醸した両選手の騒動からの和解など、こういった展開にもロマンが集まるのがオリンピック。今後の競技についても大いに注目が集まりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。